大きな古墳がそこあんだけどね、あれがちょっと向きがおかしいんやって、北向いとるけどね、太鼓が。はいはい、またやってまいりました。3週連続でございます。朝は無駄に行ったんやけどね、夕方ちょっと時間を取って早めに帰ってきたんだけど、前回ね、この市菅古墳群の、D4 ぐらいだったかな、まあ、これもあったんだけど、初めて。これはね、ずーっとわしらが1985年ぐらいかぐらいにね、85年やったのかわからんな、展望台外周、この外周のところでね、大阪大学の教授の方やったかな、説明を受けたんですよ。桜の会平成の通り抜け、それでね、以前この大宝っていう地区なんだけど、ここ住んでましたよ、その当時。どれぐらい、5年、5、6で住んだかな。そういう関係でね、ちょっとなんでこうわざわざここで説明があったのかね、記憶ないんだけど、なんかね、自治会の方に広報が入ってね、説明会やりますということで、ずいぶんいらっしゃるんだけどね、説明会を聞いた人、それがね、D 群じゃなくて、この外周の方でね、記憶によるとやってはるから、その古墳があるかどうかはね、ちょっと見たいと思って、前か、また来ましたけどね、どうも違う言うてね、D 四群をずっと、前回は回ったんだけど、どうも違う言うて回ってましてね、やっぱ違ったんですわ、これですわ、これ。春はね、桜が綺麗だろうね。どうも記憶ないんだけど、砂利じゃなかったかな、当時。それで説明会があったね、古墳が。どこやったんやろうね。道路をいっぱい積んであった記憶があるんでね、間違いないです、これ場所は間違いないけど、そらそうとあるんかね、残ったとかね、なんかこんなとこボッと上がってね、道路いっぱい積んであったんだけど、わからんな、上がる道ないかね。あそこに、ね、大きな、ね、石があるんだけど、あどこ入られんかね、どこ入られませんか。この辺かもしれんな、どうもイメージ的には。入れんかね、ここなんか入れそうやけどね、よしね、どうだ？こっちか、左は。こっち石の大きい石があるんだけど。開いてますよ、これ大きな石。お、タコ、これを見たのかな。当時ね、いろんな説明聞いたんだけど、ここ入れるようになってるな、大きな、これはすごいわ。
ものすごく大きいんだけどね、石が落ちてるね。あらら、当時これを説明を聞いた可能性が強いね。あの辺から上がってきてね、大体10メーターから20メーターぐらいのやつがほとんど、あの、塩粉が多いっていうのを話してはったんだけど、その当時ね、今から35年かや、そこら以上前ぐらいの時の話だけど、これ説明いろいろ聞いたけど、覚えとらんけど、お、大きいよ。高っ。3メートルありますよ、これね。で、土砂が向こうはちょっとね、ね、これどうなってんだ？こっちが開口やから、これ開口部かな。ちょっとね、あの石を見ると、落ちたかな。あれ、大きな石落ちてるやろ。あっちが後ろやな。かなり大きな石ってことくれとんだけど、説明によるとそんな話で、まあ、この辺の付近にね、何倍だかな。な、2、300、もっとあるかもしれないのこと当時言うてあったんやけどね。はっきり覚えてないけど、そんなこと言うてありましたか。このうちの一機で、これはかなり大きいはずやっていうの当時言うてありましたけどね。このやつ大きいはずや。これ2機あるんだけど、この通りにね。それをね、そこに説明してあったんだけど。当時はね、土のうって、あの、入り口に積んであって、中入ったかな？いや、中に入ってないな。なんか長いこと説明しちゃいました。いろんな説明を。渡来人が作った墓やろとかね。なんか鍋釜が出てきたとか、そんなこと言いたいましたけど。記憶によると。これ大きいでしょ。これ大きいわ。これだ、後ろなんだよな。まあ、みんな入ってんな、ここが。ブラブラはしないけどね。やっぱあっちが前やな。向こう開口部やな。ああ、だいぶだからこう手前が埋まってんだ。天井石が2枚。そういうことでね、だから高さ下から言うと、随分高いぞ、これね。あれのもっと下やろうから。これ2段、3段目ぐらいですると、どうやろう。3メーターぐらいあるかもしれんな。3メーターぐらいあるかもしれんね。あっちの方が空いとんだけど、本当はね。ああ、すごいわ。ああ、安心しました。これですよ、これ。これをね、見に来たつもりがね、全然見渡らんと。あっちが、先導。先導。これで見ると、片袖かね。片袖。まあ、豪族の方やろうけどね、かなり大きな古墳ではありますけど。はいはい、ありがとうございました。これ見たかったんですか、これは。ちゃうからね。この、1985年前後に見たいう話がね、間違いないですわ。これこれ。この道路があったかはちょっと定かじゃないんだけど、なんか土のうをいっぱい釣ってあったんですよ。これとね、もう下かもしれんな、ひょっとすると。2基あったんですよ、2基。こっちかな。見当たらんか。これ可能性あるよ。これちょっとね、マウンド高くなってるから。ここに石はあんねんけどね。
崩れてますか、ここ。崩れてました。残念。これも大きなね、見た感じ円墳やけど。崩れましたか。うわーと、じゃあこれとあれやったかもしれんね。もっと上になければ。なんか幹みたいなやつ、この通り。やぶやろ、これ、ほんまに。一気のパッチでございます。あれあれ、あれよね。あれ大きいですから。こんなとこ上がってないんで、横から上がったんでね。今、ここから上がれそうやけど。ここかもしれんな、どの積んでた可能性はあるね。二箇所積んであったやで、どのな。その時のイメージで言うと。これとこれと二基かな。これと。こっちとね、この二基を見たのかな。説明受けたかもしれんな。そこそこ大きい円墳みたいだね。さあ、今から、3、40年前に説明を受けた古墳でございました。ありがとうございました。